ソリーダ、今度呪ってやろうか、タクヤ。痛えだろうな。うるせえよ、儀式の邪魔すんな。おい、同じじゃねえよ、ベーカー。カクズ、体持ってきてくんねえかな。カクズちゃん、頼むよ、お願いね。気持ちいい。笑えねえ。うわあらかくぜ、体だ、体の方持ってこいっつったのか。さあ俺と一緒に最高の痛みを味わおうぜ。邪神様、見ててくださいよ。俺本気出すから、マジ本気、蝶とか引きずり出すからよ。すでにてめえは俺に呪われた。これより儀式を始める。せいぜい美女狩りの打ち上げ代金にしかならねえよ。それを俺に言うか、格子よ。どうせなら殺してほしいよ、ほんと。他人が死ぬ時の痛みが俺の体の中に染み込んでくる。痛みを通り越して快感に来る。わかったよ。つうか、おめえが遅いんだよ、カクザ。てめえわざとだろ。てめえなんて歯だけで十分だ。よく噛んでバラバラにしてやるぜ。どいつもこいつもうるせえ野郎だ。祈りを知らねえ無神論者どもが。なら避けねえよ。ニビの封印のためにわざわざ呼び戻したのかよ。ああ、いって、なんだてめえら。人の痛みを知らねえクソ野郎には神の裁きが下るぜ。二人旅の相手がクソ面白くもねえやつじゃ、せっかくの旅も台無しってもんよ。本当は俺のこと結構好きだろ、え？待てや、ほら見りゃわかんだろ。で、てめえら何者だ。むちゃくちゃ言ってたから、首なんか切りやがって、スーパー激痛だ、クソ野郎。迷惑だぜ、ほんと。もう少し待ってくんねえかな。これからがいいとこなんだ、ほんと。やっとくっついた。許すわけねえだろ、ベーカー。よっしゃ、両足ってのもいいよな。わざわざ拾っといてくれたのか。俺の攻撃スピードは暁一乗るまで下手だから当たりやしねえ、ほんと。ありゃりゃ、見てた。いつもので行こうぜ。美しきはしてえ相手か。バカらしい。うるせえ、黙ってな。一緒にすんじゃねえよ、デイダラちゃんよ。カクズに腕くっつけてもらった弱輩もんが。おとなしく捕まってくんねえかな。俺だってめんどくせえけど、戒律厳しいんだから、ね、しょうがねえだろ。隠し扉にトイレを選ぶことはねえだろうよ。カクズ、無理無理すんな。んだよ、ほら。この時を待ってたぜ。こんなしょんべんの匂いだか死体の匂いだか分かんねえとこ二度とごめんだ。死ね。
だっせーな、おい。なんだそのざま。スレションと行くか？デーブ！てめえ、後でギタギタのズタズタのぐちゃぐちゃにしてやるぜ！でもよ、頭に血が昇るともう目的なんてどうでもいいや、ぶっ壊しちまおうって気になんだよ。ところでよ、この葉って死んだらどうぞ？どうだ、痛えか、うん、どうなんだよ。やっと乗ってきたな。やべ、